こんにちは、AKです。今回はここが変だよ、怒りの絶景と題して、以前からドラゴン怒りの絶景に対して疑問に思っていることをお話ししてみたいと思います。チェンは2日も何も食べてないと言ってますが、埋葬からすでに2日経ったんでしょうか。私は中国のお葬式は分かりませんけど、埋葬後も何日か続けるんですかね。ゴタゴタを起こして帰ってきたチェンは祭壇の前で先生と起きていると言いますが、すでにその時もう3日目です。彼は食事を取ったのでしょうか。空腹で道場破りをして大丈夫だったのでしょうか。そりゃあ何日も食べてないから何の肉でも美味しく食べれますよね。はて、皆さんはチェンがどこに隠れていたか気になりませんか。先生の墓のところにいます。待てよ、先生の墓ってどこだ。裏で先生の埋葬。簡単な地図を作って時系列を並べてみましょう。ここを通って埋葬して、真裏にあるじゃん。真裏にいるんじゃないの。どこにいるかわからない。西武館の2階から焚き火は見えないの。我々も探しているって、東大元暮らしにほどがあるんじゃない。さらにチェンを探しに行っている間に残っていた道場生が西口道場の方に全員生徒がぶっ殺されている時の音って聞こえなかったの。チェーン探してる時に耳澄まして聞いてたじゃん。聞こえなかったのかな。まあ物理映画に変なところは多いですけどね。私はこの墓の位置関係が一番変だなって思いました。皆さんはどう思われるでしょうか。謎ですよ。また皆さんの感想もコメント欄にお願いします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。